MM パチタウン専属パチスロ愛好家のまゆみです。さあやってまいりました。まゆみの一番取ってある in 大阪の陣 K パワーズということでですね、本日も第2回目お邪魔しております K パワーズ大阪本店様でございます。ありがとうございます。ルールは至って簡単という、2500枚勝っても負けてもいいから流せというルールのもとですね。結局2500枚流せばいいというシンプルなルールなんですけども、もうこれを達成するとなんと視聴者の方々にプレゼントがあるということでですね、はい、まあ2500枚流せば皆さんにという話なんですけども、毎第1回目私だいぶ大こけしてましてですね、急いで応募フォームを作っていただいたんですけども、本当に申し訳ございません。ミッション達成できずということでですね、はい、応募フォームはちょっとまた次回に繰り越しみたいな感じになっちゃうのかどうなのか、もうね反応が怖いですけども、その視聴者プレゼントをぜひとも私も皆様にいただいてほしいんです。だからこそ今回2500枚流せるように私も頑張っていきたいと思いますが、余談ですが実はですね、出玉情報というものがですね分かったらしく、DMM パチタウンのアプリ内でですね、出玉情報なんてものを公開しております。でその中で前回の私の枚数、なんとスロットコーナー逆から1番目でした。流した枚数というか出た枚数100何枚みたいなね、ジャグラーのビッグよりかも少ないぞおいこらーっていう、そういう結果になりまして、そんな笑い話もありましたけど、それは笑い話にしていただきました。はい、というわけで行ってまいります。どうぞ皆様心して見てください。頑張ります。捕獲させてください。すみません、捕獲させてください。どうもご紹介いたします。こちら K パワーズ大阪本店様のイメージキャラクターでいいんですかね、マスコットキャラクター KP マンさんです。どうもおはようございます。捕獲しちゃった、なかなか止まってくれない。K パワーズ大阪本店様にて、はい、抽選時間を待つ時も全くもってね、彼がいてくださるので退屈しないと思います。ありがとうございました。頑張ってくださいね、私も頑張ります。かわいい。でね、抽選これから始まるわけで、ただいま待ち時間なんですけども、そうだ、ちょっとあれ先に引かせてもらっていいですか。この間引いたなんかミッション箱みたいなやつ、だってこの間ひどいです。台取ってから引かすとかもう噛んじゃった。あ、これ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 です。これこの間ね、本当に台取った後に引かせるっていう鬼畜なことされましたから、今日はちゃっかり私覚えてましたよ。先に引いちゃう。あれ、え、何も書いてない、どういうこと。あ、縛りなし、縛りなし引きました。他のやつ怖いや、何書いてあったんだろう。はい、今回はフリーということで、どうしよう、何でも打っていいってことでしょう。いいのかな、私何でも打たせて。何しよう、まあ時間ありますからね。でもやっぱ普通に前回も考えて抽選番号いいの引けたら絆には行きたいなと思います。やっぱ強かったし、あともう何せ分かりやすいのが絆だったりしますんで、絶対店舗さんも入れてくるんじゃないかなと私は睨んでおります。こういう日はきっとね、確か絆27台でしたっけ。27台だからまあ27倍なら引かないとっていうところだと思うんですけども、一応まあ念のため第2候補もちょっと入場まででは考えておきますが、まあだったらユニバケーキってまた出てきてもね、絆だったらいけるんですけどね、まあフリーなんで、はい、まず抽選番号いいの引くで狙い台を取る、この2つまず最初の難関です。緊張する、もうどうしよう。じゃあこっから先モザイクでお願いします。なんか傷つくからお願い。13番。おはようございます、赤いボタン、はい、いやだから
21番から27番の人がみんながみんな行くかな、絆。そんなみんな単純？おはようございます。はい、無理だった。賭け失敗。ハーデスリベンジしようかな。北斗と迷うけど。あー、ハマってる台の方がいいかな。まだ結構余裕あるね。あ、こっちの方がいいじゃん。やられないぞ、番犬め。あ、やられそう。番犬、空気読んでよ。役割は果たしたのかもしれないけど、だってこれアナザーゴッドハーデスだから、やっぱハーデスと戦ってなんぼだからね、あの番犬の世話焼いてる場合じゃないんですよ。終わりました。51ゲーム236枚。あれ、純蔵強し。はいはい、多分1回目の出玉超えたんじゃないかな、前回の出玉超えたんじゃないかな。そうだよ、私この間朝ね、カメラマンしてくれるお兄ちゃんにも話したんだけど、でヘルトンだ、青だ、いや何でもかんでも強気でいこう。私この間メンタル強化で一人で雀荘行ってきたもん。ちょっとのちょっとやそえちょっとやそっとのことじゃ折れない心を手に入れた。あたたあたた
ひどいもんですよ、うん、まあ犬は置いといて、もう犬はいいや、無視。このままコツコツ増やしたくて、私もそれちょっと考えた。だって2500枚出ればいいんでしょ。でもこれが続けば夕方には下手したら行くかもしれないよね。ああ、あっさり。さっきのに負けた、50ゲームに負けた。233枚。これをぜひボットゲーム中にね聞きたかったでございますが、この右上がりキナナとかさあ、中段リプレイとかさあ、今3回来たよね。うわうわお、おいし、5回目うまい。もう今日は勝って黙らせてやるわ。犬、もうさっき、もう犬はもうご飯食べて寝ときなよ本当に。うちのワンコは今頃寝てるよ、3匹とも。お、あ、それはいい、それはいいやつ、いいよ、いいよ、それはいいやつ。これもいいやつ。これこそ番犬だよね。そうだよね。あとコツコツ作戦ただいま成功中です。もう前半で2500枚決めてしまいたい。いいよ、決めて1回流して、あとまた自分で追加投資で遊ぶよ。ダメ？終わっちゃった。なんか順調低い。お、遅れたけど、ただの戻した。あ、戻した。それにしても抑え先よろし、本当によろし。こんなに素直に当たってくれるハーデス、私初めてかもしれん。これが G ストップとかあったら相当緊張してるけど、
続しなかった。リプレイで、あ、でも平均は超えました。あ、ごめんね、トロトロしてるって言われようが、ここ大事なところなんでトロトロします。力をためとかないと。チャンス。おお、乗った。あれ30か。あ、いいいいいいよいいよ、30でいいよ。あの、欲張ってごめんなさい。噛み合ってる、息が合ってきてる。さすがに。だってこの間あんな長時間さ、ずっと一緒にいてさ、なおかつ本当ダイソン並みの吸引力でさ、私の財布からだいぶ儲けたと思うのよ、この子。そんだけ辛い時間を一緒に味わって、今日2回目でそれでもまた私がやってきた。嬉しいと思うよ、この子も。だからきっと答えてくれると思う。お前よく来たなと。あんだけ俺にフルボッコにされて、よくぞまた立ち向かいにやってきたなと。今日はきっとその激励だろうね。もうストーリーは出来上がりました。
ってしまった。240ゲーム784枚。ほいではほいでは、薄い薄いループストックあるかどうか見ていきましょうかね。まあそれがここでまた引きゃいいんだよね。時間的にはちょうど今がその実戦予定時間の真ん中ぐらいです。それでいて約今1000枚ほどなので、同じことをもう一回しつつ、その中でもう一丁、もう一声、そしたらあとね、1500枚ぐらい出せればいいから、なんとか形にはなるかなといったところなんでございますが、あんなに頑張ったなんか前半戦の苦労をあっさりと、まさかの持ち玉全部持ってかれそう、嘘でしょ。なんでやねん、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 なんでやねん。まあ開かないやな。いやこの台やっぱ絶対上だよ。やはり置き時は強し。3回、あこの人153分の1だ。あいいないいな、ループっぽいのしてる。で、あ、こちらの方ね、さっきからヘルゾーン入りまくり、初当たりもやっぱ軽いですね。ヘルゾーンから当てるのもすごい上手なんですけど、やたらとヘルゾーン入るんでね。上だ、きっと。あ、ボット引いてる。ボット画面。あー、いいな、1900枚も出てるし。あ、引いたばっかりなんだ。おー、素晴らしい。こういうのなんだよね、私もきっとしなきゃいけないことは。6000枚、そしてこっちもホットだよ。なんかやっぱあのハーデスは見せ場がいっぱいありますね。あ、やっぱ凱旋のが激しいね、もう6900枚。これは2200枚。お、出た、あったあった。もう絶対にあるであろう。もう5000枚。あ、でまだ10話なんだ。すげー。なぜ開いたんだろうか。これね、データ見て最後これ鳴らすルートかしちゃってるんですけど、まあ、それまではだいたい3スルーとかで当たって、あ、どうした。これ多分何か引いた後もやめてっちゃったんじゃないかな。でも巻き物引いてやめてくわけないから、チャンス目とか超高額のリプレイとかだったとしたら
モード C 以上とか期待できるかもしれないけど、500人モード C 以上にいた可能性はあるとは思うんですけども、まあ、これは外れるよね、うん、残念。でもこれちょっと粘る価値あるかもしれない。屋敷うまい。これは外させないよ。来た来た。はーい、もうしたか。あー、ここはここで切ないシーンなんだよな。もうアニメ好きにはたまらんたい。はい、27ゲーム。黄色、赤じゃんとか。一回ちょっとね、おぼろちゃんでモードも見たいけど、これは普通に1000人。おお、よかった、来た来た。楽しいバジリスクタイム。画面は源之助、天然様が見たいんですよ私。期待したよ。ベル、ベルナ、ベルナ、あー終わりそう。あー、よかったよかった、まさかのこれだったらちょっとね、共通ベールしかなかったことがドンマイだけど、4対6、絆降格なし。夕焼け、頼むよ。237枚、2連で終了してしまった。あ、ほんと絆工学とか行かせんとね。あ、まだですがない。まあただ単にあれだね、ストック持ってただけだ、さっきの7が。もう次も
1回目で当たってくれますように。モードはよし。ああ、ここでしかも追加投資。私だよね。謎、お得意の謎。なんだろうな。この動画第1回第2回とね、やっぱパチスロって口で言うほど簡単じゃないっていうこととね、でもなおかつこんなちょっとほらある種公開処刑じゃない。第1回第2回も、あ、まあ第2回はまだねいいけど、でもそんな中でいろんなちょっといじめを受けつつもそれでもパチスロ楽しんでやってるこんな人間がいるってことを伝えられるんであれば、もう私は本望だよ。いやだからもうこれ本当にこういう挙動されるとね、私も最近だんだんバズが分かってきたというか、もちろん詳しい人に聞いたりとか詳しい人の横に座りながらさって教えてもらったりとかってしてたんだけど、だからあのこういう台はいい台、いい台っていうかやっぱ6でもモードがね、テーブルがモード A とかばっかりだったら勝てないっていうし、でなんかモード C 以上にいてくれる台であれば4以上だったら戦える的なことを言われたんだけど、うん、え、あ矛盾だね、当たった当たった、あ、BC だけど、でも私バズリスクで矛盾初めて見たかもしれん、絆で。はいよー、はいよー、年季倒すよー、ドンどん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 、いやでも早いもんね、132ゲーム。
青、あ、さあ、え、これラストチャンス？天然鏡でいきます。いや、本当やめるときは本当はおぼろちゃんとかって分かってるんだけど、何が出てもやめなきゃいけないんだったらね、もう好きなやつ選んだ方がいい。付箋の約定解かれました。言わないらしい。解かれなかった。実戦終了です。お疲れ様でした。はい、というわけで皆様楽しんでいただけたでしょうか。綺麗にまとめようとちょっと頑張っておりますけども、というわけでですね、結果の方いきます。投資376枚、回収52枚、結果マイナス324枚ですね。この番組のルールなんでしたっけ。忘れてないですよ。でも一時期は1100枚ほど行ったんですよ。ハーデスで、前回すこぼこやられたハーデスで、それはね、私にとっては本当に2500枚以上の価値を持ちます。1100枚。ただそれを後半ね、ちょっとお返ししちゃったという形でですね、ね、なんかというわけで今回もミッション達成ならずという落ちこぼれの私でございました。本当に申し訳ございません。反省はしてます。でも反省の仕方がわからないんです。本当に反省はするんですけども、ね、顔で笑って心で泣いて帰ります。というわけで今回もあれですかね、救済的なチラチラッ、裏ミッション的なチラッというのも、第1回目の裏ミッション、特定の PV 数をっていうこともまだ出て集計中ということでですね、今ここで発表することができずに、私も実際行ったかどうか分かりません。結構ね、いろんなフォロワーさんの、私のツイッターのフォロワーさんの方々も見たよ、あと2回見るよとか言ってくださる方がいらっしゃいましてですね、はい、本当に優しさに包まれて、私は皆様のおかげで生かされておりますということを実感いたしましたですね。この裏ミッションがぜひとも達成していただけてるってことを本当心から願うばかりでございますけども、短期間と総合の2パターンの PV 数、まあ、その特定のその数字も明かされていませんけども、次回にはね、発表で、本当に裏ミッションだけでも言って視聴者プレゼント、あとはもう言いました、それぜひともお配りしたいね。本当に不甲斐なくて本当申し訳ないです。もう本当ごめんなさいしか言えないんですけども、また第3回も見てくれるかな。いいとも、はい、ありがとうございます。というわけでまた次回お会いしましょう。どうも DMM パチタウン専属パチスロ愛好家のまゆみでした。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。